私たちは見捨てられたんだ。だね。お前にお父さんがいないのもそのせいだ。エルディア人と一緒にはいられないんだよ。名誉マーレ人になりたくないらしいな。仕掛けるってさ。俺たちが巨人を継承する。これでマーレ人になれる。はあ？何がやっただ。体力か、頭脳か、射撃か、か。島の悪魔どもは僕が必ず皆殺しにしてみせますって。はあ？そうだろ、間違いない。俺が隊長に島の恨み節くらい誰だって言えんだよ。てめえは。泣き止んだらすぐ来いよ。遅いと俺が隊長。立ってよ、ライナー。13年も待ってられない。でもあいつの勇気だと思うけどね、アニ。でも13年で英雄になるんだろ。自慢の息子になれるんだ。機動力と持続力に加え高質寄せることもできる。レオンハートが最適だ。例えば壁の扉も破壊できるだろう。マーレのアギトの巨人は強襲型だ。コグリマルセルに託した。獣の巨人は兵器になっちまうとはな。何より奴の血にはで長期間の任務に対応できる用途にないだろう。そして超大型。悪魔どもには同情しちまうよ。ある日突然あれが殺る。軍の決定には疑問がある。子供に始祖奪還。国を一つ潰してみせたじゃないか。おかしい。それだけだろ、ポッそうなんでしょ。母さんは僕が生まれる前、僕と母さんは名をマーレ人になったんだ。これで一緒に暮らす。クズガキを戦士に。お前の出自が調べられたら俺の一家はおしまいだよ。ここから。ライナー、ライ俺は鎧の巨人を託された選ばれた戦士。来たから仕方ない。本当に壁を破壊しても気を信じろよ。そうだ、後戻りはできない。あ、なんだよ。まさか島の悪魔を殺すことをためらっているくべく選ばれた戦士なんだ。戦士に選ばれるはずじゃなかったのに。俺がお前を持ち、俺は弟を守りたかった。なんで。死ぬだ。初めてだよ。すぐに。もうマルセルは帰らない。だってどこかで人の姿に戻ってるはずだ。どの道。ダメだ、ダメだ。まあ、帰れば鎧を剥奪されて次の戦士に食われる。責任を俺だけが問われるのか。自分たちだけは粛清されたら俺らの巨人じゃ捕まえられっこない。そんなままじゃ俺たちはおしまいなんだよ。始祖を獲得しなきゃ。もうアギトもマルセルも失わずに済んだのに。弁明しな。全て自分の責任ですって言え。しか考えてないくせに。私もそうだ、生きて帰んなきゃ。アイナは死んだ。やめてくれ。俺たちが故郷に。
で幸せに暮らせると思ったから。でも俺は選ばれるはずのない戦士で、いやだ、まだ終わりたくない。俺の村はウォールマリア南東の山奥にあった。あ、それが足音だと気づいて急いで窓を開けたら、お前らぐらいの子供を3人残してな。幼女じゃ生まれた。そこで働く母から父親の話を。手を挙げろ。絶対にないと言い切れるの？どういよパパ。あっ今日もすごいな。お前ら天狗に遅れるぞ。起きろベルトルト。相回った。あいつがいたんじゃ。もう限界。もう歓迎してくれるよ。本当にそう思っているのか。ウォールローゼを破壊する、始祖の巨人を炙り出す手段。言ってるだろ、奴らは友達じゃない、悪魔だ。以上顔を近づけないでくれる。夢だ。なんで首をくくる前に。どうやったらそうなれる。お前やミカサみたそれしかねえだろ。お前ならやれる。ここに心的、本当は帰りたくないだけだ。今はか怪我してるな。戦士になるだけがいて、俺の出番はなさそうです。それはでも俺はそいつを戦士にさせたく。ここじゃ有名なやつですよ。この前の。でも俺は力がないから何もできないまま。なんでこんなことになったんだろう。こんなことになるなんて知っていれば誰を突っ込むんだ。大抵その何かは自分の意志じゃ。んで自分の背中を押した奴の見る地獄は別だ。地獄かもしれない。それは一秒前の境羽ばたいて対バー家と手を組み、真実を思いがけない事態とは。次回。だから壁に囲まれた収容所に住んでいるんだよ。お父さんはマーレ人に生まれていれば。そうだ、あの頃俺は。誰が歩けと言った。お前ら知ってるか、ルトキが来たんだよ。俺たち7人の中から一人余るならドベロお前だろ。なんだと。悪党術か。違うな、お前が評価されたろうな。俺たちの任務をバカにするのか。それと時してやる。てめえ叫んな。一人で13年待つんだな。にどやされんだからさ。ライナーさ、あれ通り俺ダメだから。継承者を決めるのはポル。何聞いてなかった。もういいの、そんな目標があるのに。え、13。パラディ島の悪魔を成敗すれば世界を救える。はあ、なんか new life from the
女型の巨人使う交えた打撃技は凄まじい破壊力だ。鎧の巨人は硬質化に特化した盾となり、攻撃を引き受ける巨人には我慢強い部分、最も素早く強力な爪と顎で相変わらずだ。他より多少でかいってだけの巨人が秘めた力がある。合わせた兵装も可能で作戦の幅が広がる。巨人破壊の神だ。フーバーの死にやってくるんだからな。確かに親切の戦士計画を託すなど俺には正気とは思えん。そういいだろ。なんでドベのお前が選ばれるんだ。どんな手をつけてめえ。ボルコ、お前軍の決定。ライナ、すまない。この弊社で働いてた。そこで母さんと借りな。言うな。あの女に言われてきたんだろう。俺に復讐は。俺を縛り首にしていいんだろう。俺は逃げ切ってやるか。ライナ、待っているからね。島の悪魔からみんなを救い、世界の英雄になった。やっぱり読み、壁の方は始祖の巨人を行使しないのかな。俺たちは明日壁を。のか、奴らが何をやったか忘れたのか。俺、すまない。え、ライナ、すまない。上げたり弟を貶めたりして軍に印象操作、すまない。ライナ、すまない。謝るんだよ。あの巨人を抑えておけば、アギトを失わずに済んだのに。俺に近づかなければ巨人はいないって。もういい、帰ろう。マルセルの指揮なしじゃ任務を果たせっこない。帰れない。このまま任務を続行するんだ。私の知ったことじゃないけど、俺だけだと言い切れないと確信を持って言えるか。アギトの回収も得さ、すぐに巨人の力が使えるわけ。お前はすぐに超大型を使いこなしただ。故郷には帰れないんだ。なんで自分の身を守るためなら私たちを脅すってわけ。ああ何が名誉な主人だ。選ばれし戦士だ。なわけないんだよ。悪いと思ってんなら死ねよ。罪をマルセルが必要なら俺がマルセルに向かい唯一の手段だ。帰ろ。死ぬはずだった。なんで謝った。まだ何も分かってないんだ。ここはウォールローゼの中だ。俺本当の戦士になるから。あれは明け方だった。やけに家畜が騒がしくて、その後は覚えてないが、馬に乗って、こんなジジイをつけ回したなかなか男を見る目があるよ。聞かされて育ったから一目で分かって。そりゃ感動。妹に誓ってねえな。そいつは俺が一番笑えないじゃん。この足の感じだと今日は雪か。いや、このあんたたちが友達と遊び疲れてくす限界か。集めた情報、この5年の成果を持ち帰ればマーレは失望するだろう。手段はもう他にない。あんたらの友達は。だが信頼を得るのは損じゃない。むしろ孤立するお前の態度の方。疲れたろう。いつもお前ばかりに負担をかけてすまない。ずっと同じ夢を見るんだ。僕たちにあんな話したんだろうって。エレン、少し休め。死んじまうぞ。何になるんや。どうやったら。このままじゃ。ただやるべきことをやる。そうだよな。
被害者の治療に来てるが、俺のは嘘だ。え？家族に顔を合わせづらくてな。病院のための訓練か。ええ。でも俺は、な、よかった。え？君はいいやつだ。なくて。どうして？戦争でも活躍したくらいで、誰だって次の終わるんだ。心も体も蝕まれ、徹底的に自分も戦場なんか行かないだろう。でもみんな他人や環境に強制されて仕方なくだ。その地獄の先にある何かを見ている。進み続けた者にしかわからない。伝えるため舞台を整えるマガト。町が前から手。